今回は、新カード、ノーマル対ダナシネコを紹介するよ。基礎数値は、1コス武力3知力6槍兵と高め。軽略は、指揮音の単体投げ。軽略で、発動値の指揮が多いほど、武力が上がる。武力上昇値は、指揮マイナス2で、他の単体強化と合わせて使うのに、優秀、最大でプラス10。プロのレア4子が指揮4でプラス6名、これを基準にした場合、指揮8で、ローチ、9から7割増の、赤の1コス武力3槍兵のライバルは、知力1発持ちのノーマルデューキ、知力4低定のノーマル山形教師と、平野シネコは、特技を持たない代わりに高い知力と、便利な計略が持ち味。計略を重ねる場合、指揮8以上であることが多いし、主軸の単体強化を使うデッキなら、何に入れても良い水準の高いカードと感じたね。指揮流派との相性がいいのも長所よね。流派発動。1の型流派発動。1の型いけ。動け。昔の俺ではない。ジュガテッキー。ジュガテッキー。当てろ。いけ。ジュガテッキー。当てろ。兄弟発進。見切っているよ。見切っているよ。ジュガテの旗に集いし武者たちよ、我らの力を示す時は来た。準備は整っていますよ。三浦の加護を君たちにも授けよう。準備は整っていますよ。ワンマンショー、いや、ジョンマンショーぜよ。
蝶の羽ばたくわずかな時間でも私の采配に続いてくれ。流派発動。三の肩陽一一世一代の戦いだ。風よ黙って矢を運べ。戦機解放。少し下がって様子を見よう。平気引き上げよう。流派発動。二の肩分かっていたことだ。へえ当てろ。へえ当てろ。ジェン切腹だな。天に見放されたか。今回は2試合あるよ。一の肩突進。へえ昔の俺ではない。兄弟無双の剛力であなたを支えてみせる。あばよ兄弟。いやあばよ兄弟。いや準備は整っていますよ。
の強力で、あなたを支えてみせる。ワンマンショー？いや、ジョンマンショーぜよ。流派発動、三の肩。前期解放、ご視聴ありがとうございました。